TBS ラジオ954。こんばんは。1980年9月30日火曜パックご案内役の林芳雄です。久方ぶりの 秋晴れとなりましてね、夜になってちょっと風が部分的には冷たい風が吹いてるんだけども、まあまあ心地よい風が吹いてます。TBS の建物に出勤途上近づいたり、いやちょっと待って今日遅く行こうなんてわざわざまた一人で歩き出したりなんかしましてね、なんかこうニコニコ歩いてるグループがを発見すると妙に腹が立ってきたりなんかして、この野郎なんてね、向かって行ったりなんかして変な気分ですね。でようやく TBS の建物に着いて1階の、メールのボックスなんです。施設郵便箱で、東京都内と地方というふうに分かれておりまして、それにまあハガキ類を分類する、そうパックのまあ車上の当選のハガキなんかをこう自らの手でこう分けてね、ポストに入れたこともありますんですが、その普段何気ないこの東京都内あるいは地方もしくはその施設郵便箱という字ですら妙に愛おしく感じようなんて努力をしてみたりなんかしてね、まか不思議な気分の1980年9月30日火曜日、ご案内役林芳雄です。それはあまりにも早すぎる死でした。林芳雄、職業アナウンサー、享年58歳。こだわりの人でした。アナウンサーにこだわり、映画にこだわり、音楽にこだわり、競輪麻雀にこだわり、日本舞踊ゴルフにこだわり、奥さん子供にこだわり、酒にこだわり、缶入りピースにこだわる。そんなこだわりの一つ、深夜放送パックインミュージックの中で彼は突如サマークリスマスをやろうと提案しました。夏にクリスマスがあってもいいじゃないか、林芳雄の誕生日8月25日にサマークリスマスを、ついでに僕の誕生日会を。ちゃっかり始まったサマークリスマスが、今年の8月25日は彼のお別れの会のタイトルとなりました。サマークリスマス、林芳雄フォーエバー。こんばんは、小島一慶です。林芳雄さんとは1年後輩という間柄で、良き先輩でした。私の放送をよく聞いててくださって、しかもよく褒めてくれました。本当にありがたい先輩でした。遊び仲間でした。麻雀はとことんとことん、もう本当に死ぬんじゃないかというぐらいやらせていただきました。そしてその放送にかける情熱というのにはいつも圧倒される同志でした。林芳雄さんは4年ほど前に検査で胃がんが発見されまして、手術を受けたんですが去年再発、その後も治療を受けたんですが7月に入って病状が悪化、そして7月13日午前5時10分帰らぬ人となってしまいました。今夜は先週8月25日林さんの59回目の誕生日に行われたサマークリスマスに集まった仲間たちの林さんへのメッセージ、そして林さんの残した深夜放送の録音素材をもとに林さんの言いたかったこと、やりたかったこと、伝えたかったこと、そんなことを確かめてみようと思います。サマークリスマス、林芳雄フォーエバー。林芳
私吉尾さんは1967年 TBS の入社、この時同期のアナウンサーは7人、その中に久米宏さんの名前もあります。実は私この1967年には一緒に入社試験は受けたんですが、私は落ちました。そしてその当時はですね、アナウンサー、特に TBS のアナウンサーは不遇時代と言いまして、なんかストライキの関係で番組はあまりなかったんですね。ですからアナウンサー不遇時代と相まって、また林さん自身が非常に不器用なアナウンサー、そんな感じで、彼の出世作というのは入社3年後になります。1970年6月、林芳雄さん初めて担当し、そして初めて花開いた番組がこちらのレギュラー番組です。TBS ラジオ 950kHz バックインミュージック、この放送は下落合本舗の提供でお送りいたします。ということで、当時は 950kHz、 今は 954kHz でございますがね、パックインミュージックは1967年にスタート、他局に先駆けての本格的な深夜放送でした。ちなみに林さんが担当した1970年という年は、3月に大阪万博、淀号のハイジャック事件、11月に三島由紀夫滑覆自殺の事件、などがありました。その金曜第2部を4年担当、その後1部を6年、合計10年にわたり深夜放送の黄金時代を担ってきたわけです。一世を風靡したと言っていい、その林芳雄パックはこんな風にして始まり、こんなコーナーが人気を集めておりました。月夜の豚は恥ずかしい、ずんぐり影が映ってる、ガニ股足で坂を降り、夜空見上げりゃあ星二つ、ブブビビアパパパ、苦労を受かるローカルニュースです。ニューヨーク発 PPM 共同によりますと、昨日本殿を抜け出し、その後行方不明になっていた奈良東大寺の大仏は、今日未明アメリカニューヨークにある自由の女神像の隣に鎮座しているところを地元住民によって発見されました。まだ詳しいことは分かっていませんが、地元有力紙郵便ポストの伝えるところによりますと、ジミー・ライターアメリカ大統領は、大仏にとっても何百年にもわたる独身生活に終止符を打ちたかったのであろう、女神も右手の火を未だに投げつけていないところを見ると結婚に同意している模様で、アメリカ政府としては日本政府の承認さえあれば正式に二人の結婚手続きを取り、グランドキャニオンにでも新居を構えさせてやりたいと語ったということです。で、これに対し不服田総理は、女神の方から来るならわかるが、男の大仏の方から出向いたということは非常に遺憾である、しかし二人ともすでに成人を迎えており、今のところ二人の自覚に任せたいと、やや無然とした表情で記者団の質問に答えていたということです。次に台風関係のニュースです。先週発生した台風5号は大東島西150キロ付近をさまようばかりで、動こうとせず自分の進路を判断できずにいる模様です。気象庁では気象観測機を飛ばし航空写真を撮って詳しく分析したところ、台風の目にゴミが入っており、台風はその目をしばたたかせながら苦しんでいることが判明しました。さらにこの航空写真を拡大鏡で調べたところ、このゴミは破損した船の一部であることが分かり、事態を重く見た気象庁では眼科医5人を含む台風専門医師団を現場に派遣しましたが、現在ゴミ取り出し作業は難航している模様です。苦労を受かるローカルニュース最終版です。今日縁結びで有名な出雲大社の神様大国主の御事が突然記者会見を行い、今後一切の縁結びをやめると発表しました。その理由として、大国主の御事は、せっかく苦労して結びつけたカップルも、ものの1年も経たないうちに離婚、これでは何のための縁結びかわからない、それにわしは他人の縁結びだけを考え自分の結婚を忘れていた、これからは可愛い嫁さんを見つけてのんびり暮らしたいと語っています。この発言は各方面に大きな衝撃を与え、全日本結婚式場協同組合理事長林芳雄氏60歳は、
全く困ったことになった。これでは僕たちはおまんまの食い上げだ。こうなったら結婚式場をやめて離婚式場にしようと、苦虫を潰したような表情で語りました。まあ林芳雄さんの美声を生かしたというそういう企画なんですが、これはあのパロディーなんですがね、パロディーと分からずにあの真面目な声で読むもんですから、抗議の電話が殺到したなんていう、そんなエピソードも初期の頃にはたくさんあったそうでございます。でこの緑豚パックのパロディーコマーシャル、これには私もそしてあの久米宏さんも出演させていただきました。全国の受験生をお持ちのお母様方、もう何の心配もいりません。下落合本舗が現代科学の粋を集め、今社運をかけ世に送り出す新製品、その名も完璧の母。完璧の母は教える勉強部屋です。お母様はただドアを開け、お子様を完璧の母に入れるだけ。偏差値と志望校ランキングをセットすれば、あとはコンピューターにより自動的に勉強させます。椅子は便器になっており、トイレに行く必要もありません。また電気ショックにより定められた時間眠ることを許しません。完璧の母、これこそ受験戦争に勝ち残るための画期的な新製品です。下落合本舗は常に完璧です。落合ブックスがまたまた放つ話題のベストセラー、その名も金いじられた遊び。あのルネ・クレクレマンが、オナニー・イエペスが、あなたに幼き日の思い出を、過ぎ去った快楽の日々を史上豊かに語りかけます。今アメリカ、ヨーロッパ、バングラデシュで大きな反響を呼んでいる金いじられた遊び、お求めは最寄りの書店または直接下落合本舗までどうぞ。あのニュースステーションの久米宏さんがこんなパロディ CM を読んでたわけでございますが、まあこれはいずれもあのリスナーの皆さんから寄せられた応募のハガキなわけで、当時の皆さんがいかに優れていたか、もう熱気にあふれて、競争で、名文章を書いていたと、その証でもあるわけですね。まあその頃の深夜放送っていうのは本当に2000通3000通のハガキが来るのはもう毎週当たり前でございまして、私なんかも担当の日にはですね、夕方には入って4時間5時間6時間、ハガキ手紙の類を読ませていただいた、そんな経験がございます。学園祭には引っ張りだこ、盆踊り大会は豊島園で開かれる、専門雑誌深夜放送ファンなんていうのもバカな売れ行きがあったりしましてね、そして番組は本になる、そして、林芳雄さんの番組からヒット曲が生まれたように、数々のヒット曲も生み出したわけでございまして、まさに若者文化発信地、そんな役目だったんですね。そのパックインミュージック、顔と言いますと、ナチチャコパック、白石冬美さんと野沢なしさんの名コンビというわけで、その白石冬美さんからコメントが届きました。白石冬美です。ナチチャコパックのチャコこと白石冬美です。あの、林芳雄さんは、ナチチャコパックの後の、第2部パック始まった頃の最初の頃は、そこを担当してらして、ですからよくお顔を合わせておりました。それで私たちはなっちゃんと二人きりの、番組だったんですけれども、林さんのところはですね、独特の世界があって、いつも多彩なお客様が入れ替わり立ち替わりお見えになっていて、それでとても賑やかで楽しそうにでした。で、私も本当にいろんなことを林さんから教わって、いろんなことに興味のある方だったんですよね。ですから日本映画のことだとか、それから小劇場もくまなく回ってらっしゃるようなとこがあって、野田秀樹さんの芝居に最初連れてっていただいたのもそうですしとかありましたね。それでとても皆さんに慕われていらしたんですよね。ですからっていうのは若い人たちも面倒見のいい兄貴って感じだったので、お亡くなりになったニュースが流れた夜も
インターネットのバックメイトのホームページなんかではみんな朝までチャットして林さんのことを語り合ったりしたというメールもいただきましたし、それから今あの TBS ラジオで第3日曜日の夜中に秘密放送で、秘密放送って言ってるんですけど、相川欽也さんが金パックやってて、そこにもですね、直後だったもんですから、もう番組へのメールよりも林さんへのメールが押し寄せてきて、びっくりするぐらいあの林さんへのメールが来た。それでこんなにも皆さんに慕われていらっしゃったってことは、とてもいいお仕事をなさったんだなっていうふうに思いました。チョコでした。本当ですよね。パックメイトのチャットはもう林さんのことでもう朝まで、止まなかったというお話でございました。さて、その林さんのパックですが、人気コーナーもう一つ実はあります。今どんな曲がパッとしないか、これからどんな曲がヒットしないかという、そんな歌い文句で始まりました、緑豚パック You are ヒットしないパレード。これはもう本当にユニークな発想でね、いい曲だけどヒットしそうにない曲だとか、林さんの独特の感性で、これはもうぜひぜひ世の中に広めたい、だけど多分ヒットしないだろう、そういうのをランキングした番組です。でいろんな曲があったんでございますが、そのコーナーに取り上げられたミュージシャンの皆さんもたくさんいまして、実はその緑豚パックの最終回にはそんな皆さんがスタジオに押しかけました。懐かしい名前も出てまいりますんで、その模様をちょっと聞いてみましょう。今どんな曲がパッとしないか、これからどんな曲がヒットしないかというジャックのもとにお送りしてまいりました、イオヒットしないパレード。今週の第1位はイオヒットしないパレードのテーマ曲でございました。これが第1位ということになります。長い間猿放送局のテーマ曲を使わせていただきました。後日またご挨拶に伺わせていただきますけれども、本人たちはありがた迷惑ですけれども、長いことこのイオヒットしないパレードを司ってくださった方々、イワヒットしないパレードが非常に高評理のうちに、行われたのも、このヒットしない人たちがいたということに対する感謝の念、忘れませんでね。そういった方々たちが、なんと今や花開いて、この深夜遅い中を駆けつけてくださいましたので、お声なりともね、みんな口下手オンパレードですから、どうせ大した挨拶もできないと思う。皆さん、スタジオの方に一つ、どなたさんとこなたさんとこなたさんと矢野さんと、いろいろとお集まりいただいてます。まあちょっとすざましい集まり方いたしましてね、私の今例えば、まあ、生放送中でございます。2時6分前、マイクが全部足りるかってぐらいですが、パンタ&ハルのパンタさんが来ていただいてます。その脇に石川誠二さんがちょこんと鎮座ましましておりまして、そして白龍バンドの白龍さん、斉藤哲夫さん、遠藤健二さん、で RC サクセションの今和野清志郎さんに、あの古井戸のダメなんだ失礼しました、ど忘れしちゃったんですけども、チャボさんです。そうです、お手紙であの匿名希望で、あのチャボさんというのは随分いただいてるんですけれども、そして遠藤健二さんじゃなくてムーンライダースの鈴木健一さん、もうめちゃくちゃになってきましたね、困ったもんでございますけれども、そして、休みの国の高橋照之さん、西堂、いや男の方8人で大体ベスト7が決まりましたね、そして女性1人と、まあ、女性はずっとヒットした方ですけれどもねさあこれからじゃあそれぞれの曲を全部紹介していくと明日の朝までかかっちゃうんで、一言ずつ、まあ、あの私に対する言葉置いといて、このラジオを聴いている聴取者の方々に一つ、イワヒットしないパレードを支えてくれたそれぞれの方からですね、簡単な心のこもったご挨拶をお願いしたいと思います。それでは今のところずっと1位を続けてきたね、
遠藤健二さん、哀愁の東京タワー。いやいや、ありがとうございました。はい、非常に嬉しかったですよ、久しぶりで。あれは本当に今度はシングルレコードになるみたいな情報が伝わってるんです。いや、またならないという話になった。あ、なっ、あ、まあもったいないですね。まだ1位ですかね。1位がね、尾崎んちのババアに変わっちゃったんですね。あるか、それが原因できっと。いやいやいや、だと思いますが。そうですか。はい、それじゃあムーンライダーズの鈴木圭一さん、お願いいたします。そうですね、もっとこの番組で見出したかったという。そうですか。すいません、あのね、マイクがね、あ、どうも。すいません、もう一回同じことを、もうちょっとこの番組でですね、あの周りを逃がしたかったと、そのように思ってますが、はい、非常に残念である。残念である。非常に全く同じことを2回続けていた。ムーンライダーズ、よろしくお願いいたします。そして斉藤哲夫さん、ダンサーで本当お世話になりまして、でもちょっと最近はこのままではふさわしくないんではないかという感じがするんですけど、ピカピカで売れまして。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。本当に、はい、ありがとうございました。今あの清志郎さんと RC サクションのチャボさん、とうとうゲストに1回も呼ぶチャンスがないままに最終回すいませんでした。どうも、いつも僕たちあの元気にバリバリナンバーワンヒットを狙って作ってるんだけど、そういった意味でいろいろありがとうございました。どうも、どうもありがとうございました。そんな本当に皆さんありがとうございました。どうも本当に忙しい中ありがとうございました。今日はまあ散々駆け尽くした曲であるからして、じゃあそれぞれのギターがないくて素で歌う持ち歌を30秒ずつ1分ずつそれぞれにソロを取ってもらって、聴者への鼻向けの言葉にしたいというわけで、哲夫さんお願いします。じゃあお願いします。あ、音が忘れちゃったな。ワッパワッパッパパッパーファーファンワッパッパパッパー、愛想なしのラッパに浮かれ、ワッパッパパッパーパパッパッパッパパッパー、忘れることの辛さを忘れ、ワッパッパパッパーパパッパッパッパパッパー、今日生きるダンサーダンサー、イエー、どうも。じゃあ RC サクセッション、ソロでそれぞれやっていただけます。いや、一緒です。あ、一緒です。仲の良いお二人どうぞ。せーの。火のないところにも煙は立っている、火のないところにも煙は立つものさ、ほらご覧よあそこにも僕の煙が立っている、よくあることなのさ僕の煙が立っている、はじめは腹も立ったが今じゃもう慣れちゃった、火があるならいざ知らず煙だけじゃ消せないさ、火のないところにも煙は立っている、火のないところにも煙は立つものさ、okay, まだ煙は立つものさ。こう一点、石川せりさんです。じゃあね、あのユーミンの歌ね、うん、一人芝居ね。あなたの声をそっと真似て、私の名前つぶやいたの、そんな風に呼ばれたのが昨日のことみたいね。バイバイ。どうもありがとう。夜はヒットしないパレードの中には石川せりさんなんかもいらしてたようですがね、なんかこの林芳雄さんの思い込んだら命がけ付き合いで、男同士の付き合いができるというそんな一面を感じる、テープでした。
さあ、その時のスタジオにいた頭脳警察のパンタさんに改めてですね、先日のサマークリスマスの会場でこんなコメントをいただきました。パンタです。林芳雄さんとの出会いというよりは、まず俺自身が頭脳警察を解散して、ソロの時代を経て、で1977年にパンタ&ハルというグループを組んだんですね。それでそれからその時に、マラッカというアルバムを出したんですけれども、その次に 1980X というアルバムを出しました。それ出した時に、その中のシングルカットしたルイーズという曲をですね、林芳雄さんが、イワシとしないパレードの中でですね、紹介してくださってですね、それが連続1位を続けるわけですよ。でこれはもう喜んでいいのか、悲しんでいいのかとっても分からないんですけど、とっても嬉しかったです。まあそんなこんなで、僕は一方的に林芳雄さんの番組は聞いていたんですけれども、それから出会いがあって、で TBS の地下のトップスなんかでね、お杉とピーコとか一緒にお茶を飲んだり、まあ、いろんな思い出があるんですけれども、最後にお会いしたのはですね、石川せりさんの、その花びらという、曲発表の時にですね、まあ、ごくごく内輪で、食事会するというところが、NHK とかそのレコード会社とかいろいろ入ってきて、まあ、だいぶ大掛かりになってしまって、そんな時にひょんなことでもうちょっと、太ってきた、橋芳雄さんと会ってですね、もう話すことが山ほど溜まってて、でもう今度ねゆっくり話したいからということで、お互いにですね、じゃあその時間を取ろうよって言ってる矢先にですね、この訃報を聞いて、まあ、とても悲しかったと同時に、でもまあ一つの時代は終わったと思うと同時にですね、やっぱりなんか死んだっていう感じがしなくて、まあ、亡くなったっていう感じがしなくて、それで、まあ、いずれ、まあ、俺にもそういう時も来るわけだし、またいつか会う時もあるよなっていう感じでですね、今喧嘩という形でお別れをしてきました。パンタでした。頭脳警察のパンタさんから、林芳雄さんへのメッセージ頂戴しました。本当にそうですね、私もよく林芳雄さんとは TBS の正面玄関でばったり会って、立ち話5分10分、そんな仲間でございました。なんか今でもふらりとね、立ち現れてきそうな、そんな感じです。そしてこの You are ヒットしないパレード、ヒットしないはずだったんですが、このコーナーから掟破りといいますか、唯一大ヒットした曲がありました。1979年南吉孝モンローウォーク。クリスマス、林芳雄フォーエバー。サマークリスマス、林芳雄フォーエバーをお届けしております。林芳雄さんも私小島一慶も、入社の当時はですね、アナウンス室長というのは小坂秀治という方でございました。いわば門下生なんでございますが、この小坂さんは、大変アナウンサー道といいますか、アナウンサーという仕事についての姿勢というのに厳しい方でした。例えば、私たち平気でマイクと呼んでますが、自分たちの商売道具をそんな呼び捨てにするな、ちゃんと言おう、マイクロフォンってちゃんと言おうとかですね、あるいは林アナ、小島アナ、久米アナ、アナ、まあ略して言うんですけども、自分たちはアナじゃないだろう、アナウンサーとちゃんと言おうよ、そういった一つ一つの基本的なことを叩き込まれた、そんな門下生なんですね。まあ、もともこだわりという言葉は昔はその悪いことしか表現しなかった、ちっとも褒め言葉ではないそうでございますが、まあ、いい意味のこだわり、林芳雄さんのこだわりについて、こんなコメントが残っております。職業はアナウンサーです。でサラリーマンでもあるんです。でアナウンサーっていうのはほぼ言葉を媒介にする業なんですけれども、その割には
深夜放送10年の中で僕は何を語ったのか、何か名言を吐いたかなと思うと、そんなに名言は吐いてない。終始一貫やってきたのは人の紹介であったと。だからレコード一つにとっても、それに、歌っている歌詞だけではなく、さまざまなミュージシャンが関わっている。そして同じ宣伝マンでも、ただ単に宣伝のためじゃなくて、その曲に心から惚れ込んで、やっている。だからいいミュージシャンにはなぜか不思議といい宣伝マンがつくとか、いい役者にはいいマネージャーがつくっていう関係があるんだなというのを見届けてきました。ですから僕はやはりその人の紹介がほとんどやった。映画もさること、映画という言葉で割と映画っていう作り方されちゃうんだけども、その映画に関わってきている人間というのを紹介してきたつもりもあるんですけれどもね。というこだわりの人だったわけですね。そんな林さんは本当にあの才能を見つける、そしてそれを紹介する、そのことに大変情熱を込めて、放送に取り組みました。その人たちの才能をラジオを通していち早く紹介した中にですね、緑豚パック三大看板娘と言われる皆さんがいらっしゃいます。看板娘ですから女性シンガーでございますが、その方々を今度はご紹介してまいりましょう。いち早く発見した人、その1、まず最初の女性、林さんは九州から上京したばかりの彼女のライブを誰よりも早く聞きまして、デビュー直後全く無名だったこの人を真っ先にパックインミュージックで紹介し、それが大ブレイクのきっかけとなったという方です。山崎箱さんです。私はあの、今年で、27年目ぐらいに突入するんですが、あの何が幸運だったかって、本当にあのデビュー、シングルがないので、あのアルバムデビューなんですね。その1枚目をからっていうか、それを林芳雄さんがとても好きでいてくれて、それで番組で何度も何度も特集のようにかけてくれたりしたこと、多分それはもう、強引なようにいいんだろうかっていうぐらいに、あの僕が好きなんだからっていう感じで、世に知らしめるんだっていうふうに言ってくれて、その一枚目からそういうふうにしてもらったっていうことが、山崎亜子っていう歌手にとってはものすごく幸運だったこと、そのスタートがもしかしたら全てを決めたのかっていうぐらい、今そのスタートのこのパックインミュージックの盛り上がりがなかったら、本当に努力して努力してって今も一生懸命、一番最初の盛り上がり方はもう全然違っていると思います。それが今日に至っています。時々今でもパックから出たんですよねって言われるくらいに、意味わかんなくてもええとか言ってしまうくらいに、日本全国最近は特に僕パック聞いてましたって特にその話が出ていたのですね。私はだから、あの林芳雄さんがなんかみんなの心の中一回りしてたんじゃないかっていう気がするくらい、よくパックの話が最近出てたのですね。その山崎箱さん、さよならの鐘。雨が降っている一人髪を濡らしている長い坂の上から影がかすかに聞こえる消える怖く
崎葉子さん、さよならの鐘でした。続いては3人の看板娘、2人目石川せりさんです。林さんにとって運命的な出会いとなった映画8月の濡れた砂の主題歌を歌っていたことからその関係は始まりました。ちょっと2人のやりとり聞いてみましょうか。いつも気だるく喜びの悲しみも全て気だるくアンニュイにっていう、石川せりさんです。どうも本当に今日はありがとう。いいえ、私来なくちゃいけないと思ってきます真面目に言っても冗談に聞こえるのが僕と同じような性格で ね、 そうですね、困ったもんでした ね、でも泣き崩れた時があったりなんかしていろんな現場に立ち会いました。石川せりさんの。そうでしたっけ、でもね、このスタジオあのピアノでね、ユーミンと一緒にデュエットした。そうですね。でこの間杉田かおるちゃんという女優さんいるでしょ、金八先生とか、ね、ちょっと対談した時にこのスタジオで石川せりさんとユーミンがデュエットしたり様々な人たちが出てきたんですよ、したら、わあ素敵な場所なのねなんて言ってくれてね。そう考えるとこの10年の中でこのスタジオっていうのはそれこそ素敵な場所だったんだなって、思いを強くしたんですけどもね、その石川せりさんから改めてメッセージを頂戴しました。林芳雄さんというのは私にとって運命がたくさんあったんですね。先ほどユーミンからもお話あったように、歌手にはなったんだけど面白くないし誰が買うんだかわからないしなんて言って自信をなくしかけてつまんないと思ってる時にパックインミュージックで強烈に支持してくれてる人がいるっていうのでとてもなんか興味深くね、どんな人なんだろうと思って会ったのが初めてでした。私と今の井上陽水っていうのは私の主人っていうか旦那っていうかそういう感じの人と劇的に出会っちゃったのもあそこだっていうのもすごいことだったんですね。私はちょっとその1週間前ぐらいにね彼のを聞いて彼に会ってみたいっていうのは強く思ってたんですよね。ところがね、バックインミュージック聞いてたんですよ、どっかの寿司屋でね、タグロさんと。そういう時突然ねワイワイね来たんです。今だからあれ入ってこれたんでしょうね、スタジオに。もうすっごかったです、ハイジャック状態で。でもう林さんとこう番組やってたなんかもう全部忘れちゃって、そういう思い出がありまして林さんにはとても迷惑をかけたと思っています。そうなんですってね、石川せりさんが林さんのパックのゲストで生放送中にそれをラジオで聞きかじった吉田拓郎さんと井上陽水さんがスタジオに侵入といいますか乱入いたしまして、そして石川せりさんと結び合い結婚に至ったという、縁結びもやっていたわけでございます。さあそれではその石川せりさんで8月の濡れた砂。私の海を真っ赤に染めて夕日が血潮を流しているの。あの夏の光と影はどこへ行ってしまったの。悲しみさえも焼き尽くされた私の夏は明日も続く。石川せりさんで8月の濡れた砂お届けいたしました。そして林さんのパックインミュージック3人の看板娘の3人目はもちろんユーミンです。最初の出会いはまだ多摩美大の1年生の時、もちろんまだ荒井由実の時代ですね。ピアノで弾き語る彼女を見た林さんがすぐさまスタジオに呼んでマイクの前でこう紹介しました。この人は天才です。サマークリスマスのイベントでいただいた荒井由実現松任谷由実さんのラストメッセージです。どうも松任谷由実です。サマークリスマス懐かしい響きです。デビュー当時何度か参加させていただいたことがあります。私は18歳の時に飛行機雲というファーストアルバムを出した時に、まだどこの馬の骨ともわからないものをですね、林さんが異常に
気に入ってくださって、番組によく呼んでくれました。で、あの、まあ、ちょっと横にいるんですけど、石川せりさん、はい、石川せりさんと山崎箱さんもあちらにいらっしゃるんですけど、三大看板娘ということで、パックインミュージックの、サマークリスマスにはあのセリさんとご一緒して、た時もありますし、あの箱さんとご一緒の年もありました。まあ、セリさんと一緒の時はですね、どこか公園であの番組のファンの人たちと懇親会みたいなゲーム会みたいなのをやっていたら、雨がすごい激しくなってきて、 TBS 会館の横のスタジオにこう牛詰めになって、そこでイベントをやったのがあのすごく印象的です。順不同になりますけれども、まあ、私は友人の間で、友人ってもんでもないな、あの学校の友達というか、その高校生の頃に音楽関係のごく周りの人たちにユーミンと呼ばれていたんですけれども、林さんがすごくこう全国的にユーミンというニックネームを連呼していただいて、定着してしたようなところがあります。パックインミュージックのファンというのは、大学生の男の子の当時まだなかったオタクというあのカテゴリーの人たちのみが集まっていたような感じで、私も石川せりさんもあの山崎箱さんもですね、多分あの嬉しい反面迷惑もあったような気がします。あの思い入れがあのカル、そうですね、私は林さんにカルトというものを学んだような気がするんですけれど、思い入れが強すぎて施設ファンクラブ的なことになった場合に、あの次に飛び立つことを阻止する人たちだったっていう感じもあったんですけれど、非常に今となってはあのありがたい重しだなと、あのひしひしと感じるし、本当にこう懐かしさで胸がいっぱいです。林さん、林芳雄さん、フォーエバー、松任谷由実でした。フォーエバーと叫んでいただいたユーミンですが、そのユーミンがですね、林さんのパックインミュージック第2部が終了するときに、林芳雄さんのために送った曲がございます。荒井由実、旅立つ秋。サマークリスマス、林芳雄、フォーエバー。クリスマス、林芳雄フォーエバー。ここで林芳雄さんの放送には出なかった素顔の部分、皆様にご紹介してまいりたいと思います。林芳雄さんとは TBS 入社が同期の桜、アナウンサーの二人、宮内静夫さんと小口勝彦さんでございます。こんばんは、よろしくお願いします。まずはですね、林さんの人となりの前にこんなコメントを残してらっしゃいますんで、これから聞いていただこうと思います。世の中がだんだん軽いとになってきましてね、お酒もライト、タバコはマイルド、年寄りと若いのが一緒なタバコとか酒飲むことがね、最近また耐えられなくなってね、攻めやすいところに行っちゃうんですよね。あーいけねー、またお説教し始めるのかな、ダメダメだ、我慢しようなんて思うんだけれども、物作る人間がお前なら軽いタバコ吸って物作れんのかって、なタバコは年取ったって、そして年取ってからでも捨てるタバコ吸うなって、年取ってくるといろんなことがきつくなった時に初めて軽いものにするのはいいと、で若いうちにしか味わえないもの、吸えないものとかなんかがあるだろうって、それ吸って本当にそれがきついと本当に分かったらやめろなんて偉そうに期待すべき人間には言うんですよ。わざと自分にあるきつさを与えようって、手っ取り早くできるのは何かさ、酒とタバコやなって、ショートピースなんか命かけで吸ってるんだなんて冗談半分言ってますけども、ショートピースなんかを命かけで吸って軽いタバコに変えようかなってふと思ったりしてるんですけれども、
という林義雄哲学の一端を聞いてもらいましたが、宮内さんどうですか。いや、命がけですって本当になってしまったっていうのがね。ねえ。うん。なんか自分の世界を自分で作っていって、ええ、それが、ピースの、缶ピースね。うん。うん、ウイスキーも、ダルマ、だったし。うん。小口さん、ピーカン、飲み続ける林義雄。僕なんかもうバカだってもうずっと言ってたんだけどね、うん、やっぱりちょっとそれがあいつの美学だって本人が思っちゃってるわけでしょ、うんうんうん、だからまあがんだって分かって手術して、でまあ僕らとしてはあこれは手術うまくいったで手術終わった後また昔以上に太るぐらい元気になって、うん、で出てきたんだよね、でやってることは全く同じね。もう前と同じにタバコは吸い放題、酒も飲むね。最初は結構ね、まあ、出たばっかだからちょっとあんまりやめてるんだみたいなこと言ったんだけども、ちょっと調子良くなったら全然忘れちゃって、やっぱ元の美学哲学を自分の中で実践しようという。うん、あまあだからなんか愛すべき。ダダッコみたいな、うん、そうそうそう、そんな感じが最後までありましたよね。うん、そうですね。うん、後半この10年ぐらいはどっちかというと遊ぶことでね、特に彼がどういうあれか僕はよく聞かなかったけどゴルフにのめり込んで、でそのゴルフではもうしょっちゅう一緒にやってたからその辺では、よく遊んだなっていう。どんなゴルフですか。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。もう、お前なんでゴルフやんだっていうぐらいなゴルフだったよね。下手くそ。下手くそ。うん。だってもともと正直彼はね、僕らから見て、まあ、スポーツに、強いタイプじゃないじゃない。運動神経全然ないっていう感じだもんね。そうそう。久米宏もないけどね。それがある日突然どういう風の吹き回しかわかんないけれどゴルフを始めたのね。だってゴル車の運転免許はゴルフ行くために取ったって言ってましたから。うん、ね。うん。奥さんなんか麻雀よくやりましたでしょ。麻雀もやりましたね。まあ、うん、特に若い頃ね。めちゃくちゃ打ちましたね。うん、とことん打ちましたもんね。あなたなんかすかぶりしてたんじゃないの。いや私なんかもねとことん打つタイプだからもう林さんとやるともう何時に終わるかわからない、うん、で負けても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 やるんですよね。もう給料袋なんか本当そのまま使い切るぐらいの勢いでなんで自分をそこまで追い込むのかなというぐらい、うん、だからやっぱりとことんの人だったっていう印象がすごくありますよね。うん、で、まあ、彼の功績の中では人材発掘だとか、まあ、作品紹介とかいろいろあるんですが、映画、音楽、このあたりは宮内さんどうですか。そう、林はもともと、糸井五郎さんのディスクジョッキーの番組なんかを聞いていたんですよね。で、僕たちが入った時に、まあそんな話をして、あ、なんだそうか、ったら林が、その糸井五郎さんという小学校の先輩だ。今度一緒に見に行こう。小学校の先輩だけで見に行こうって。いや、だって、こっちはほら、TBS のアナウンサーとして入ったから、なんか、つながりが出てきた。ああ、なるほど。ね。うん。連れてって、連れてって、つって。で、行きましたよ、日本放送の深夜放送。夜中。糸井さん、糸井五郎さん訪ねて。ほいで、朝までこう番組を見て。で、糸井五郎さんが、有楽町のガード下に飲み屋があるんですけどね。はい、そこに連れてってくれて、ビールごちそうして。はあ、もう、今でも本当に頭の中に残ってますね。はあ、うん、そういうなんか、思い込んだら命がけで、うん、なんとか実現するっていう、大したもんですね、うん。だからね、あいつは洋楽ももちろん当時好きだったし、はい、で、だから自分のテーマに、ブカティと MGs のタイムズタイとかなんかね、はい、使ってるでしょ、あんなもん普通の人ちょっと知らないじゃない。そりゃそうだ。うん、だからね、あとはいわゆるボーカルもシナトラとかなんとかそういう昔のヒット曲なんかもずっと聴いてた。好きで。うん、で、バックの2部を始めたのは、久米が病気になっちゃって、で、途中、そうですね、すぐ交代して、林になったんですね。はい。はい、で、その頃も、僕は洋楽もやりたくてしょうがなかったから、先に始めてて、洋楽かけて、映画は洋楽のことばっか話してる。
だからあいつがじゃあ何をやったらいいかっていうんで、結構隙間産業をこう狙っていって、で映画は日本映画、うん、で音楽はまあ歌謡曲はあのなんか深夜放送っていう、こう時間帯になんかそぐわなかった、でいわゆるフォークっていうのはあの一部のディスクジョッキーがみんな自分たちでフォークの歌手たちがやってたりしたから、やってましたもんね。そとじゃあ残ったのはあの辺かなみたいなところで、ね、えそういう仕掛けになったなってしまったと。なんかねそのあたりの下りはね、林さんの書いた本の中にね、うん、自分はあの浅草育ちで、うん、浅草のお祭りの時に確か中学生ぐらいの時に、その、おみこし担ぐのは大人たちだと、うん。で、子供みこしはあるんだけど、それは小学生だと。で、中学生の僕は、担ぐものがない。あ、だからこういう人も世の中にはきっといるに違いないと。そこのところで、その、隙間を見つけるみたいな、そういう目が行くようになったのかな、みたいなことを書いてましたけどもね。まさにその、お祭りには参加したいんだけども担ぐものがない、じゃあなんか稼ぎたいってんで一生懸命見つけたんでしょうね。小木さんなんかなんか喧嘩したりしたことないですか？あんまりそういう記憶はないよね。ないですか？うん、僕はね一度だけ喧嘩したんですよ。一度しかない？一度しかない。それはね、ラジオの番組のね、お昼の多分ワイド番組かなんかの企画会議の席で、うん、たかだかラジオだ、たかだか放送だって僕は使ったんですね。要するに僕が一番幸せな時間を過ごしたのは、もう言葉がわからないドイツを旅行してた時が自分の人生の中で一番楽しかったと、うん、新聞も読めなかったしラジオも聞けなかったし、だけども触れ合うものばっかりにこう飛びついてった、そういう世界だってあるんだから、あんまりこうラジオの狭い中でラジオラジオラジオっていうと追い込まれていくから、もっと違う世界があるんだっていうことを踏まえて、たかだかラジオだ、たかだか放送だっていう気持ちでやった上で一生懸命やろうっていうことを言いたかったんですが、言葉が足りなくてね、そこだけこう浮き上がったら、なんだそれは、と言ってね、たかだかラジオとは俺は絶対許せない、お前一生許せないとか言われてね、それでね、僕本当殴られるかと思った。で、40分ぐらい喧嘩してましたよ。ああ、だからやっぱり、こう放送の取り組み方でその一言の言葉で許せないっていうのの熱意というかな、すっごいこだわり持ってたっていうのは、なんかそのエピソードを物語ってるように思うんですがね。そうね。あとあの男性アナウンサー俺は許さないって言ったこともあるんですね。結構有名な方で、あそうですか、僕いいと思うけどダメですか、いやあいつはね素敵っていう言葉を使った、素敵というのはこれは女性言葉だと言うんですよ、うん、だけどねさっき読んだあの夜は友達の本の中のね一節に素敵って彼使ってるの言うこととやることは違うんだから、そこがねなんか可愛らしいというかね、だけどもこうなんか物事を突き詰めていった時のあのエネルギーパワーというのはやっぱりすごかったですね、うん、でもいくらなんでもちょっと若すぎると思うんですが、最後に何かこう林芳雄に捧げる言葉ありますですか？最後までね結構これさ最近ちょっとなんか息子がいいって言ってたんだけど、ちょっとこの人英語うまいかどうか聞いてくれよとか言って、歌うまいと思うんだけどさとか言って CD かなんか持ってきてね、これ英語すごいうまいと、おおそうかとか言って嬉しそうにしてた、そういうだからずっとこうなんか新しいものを自分のこう、フィルターを通していい悪いっていうふうにこう考えていった人だね、残念ですよね、うん、小木さんなんか、ね、僕はね正直言ってこの林が死んで改めてその林の凄さみたいなのをね、うん、知らされたんだけど、まあ、それとつながるけどやっぱり彼と奥さんとの関係っていうのがねすごいいい関係だったっていうふうに思ってるんですよね。それはもう何をするにでも奥さんがもう面倒見ているっていうことだけじゃなくて、常に同じ方向を見て同じことを喋ってやってきてる。だからまあ
正直言って、58で死んだのはあまりに早いんだけれど、まあ奥さんにしてみればそれは寂しいにしても、もうその30年間の結婚生活っていうのはすごい、うん、あの密度の濃いものだったと思うね、うん、僕は林あの仕事だけとかね言うだけじゃなくて、家庭なり地域なりそういうところで本当に同じように深く付き合ってて、うん、でその象徴的な付き合いが奥さんと彼との関係だったと思うんだけどね、その辺はねやっぱりすごい偉かったなっていうか、うん、よまあある意味良かったねっていう感じは思いますね。なんか結びつけたのが大内だっていう話も、ね、いや俺はねあんまり記憶ないんだけどね最後にいやたまたま僕の車で、もう三十何年前に、僕がしあの車買ってたばっかりかなんかで、多分僕がおい乗れって言って林を乗っけて銀座通りを走ってたのね、そしたら林が急に止めろって言って、で止めろって言われて止めたらそこのところに立ったのが今の奥さんで、何してたの、なんか用事できてたらしいんだけどね、でそこで話をして、あのなんか昔のいやいや彼女も、高校であのアナウンサーの放送研究会とかなんかでアナウンサーの学生時代、そう、はあ、でそこにあの先輩として教えに行ってたらしいんだよね。だから お互いに面識はあった、面識あった。でその子がいたから、止めろって言って、銀座通りで止めろって言ってでそこで初めてああ久しぶりだねということで、それがスタートになったというように聞いてるんだけどね。さあどうでしょうか。なるほど、ということで、言いたいことはたくさんあるでしょうし、もう話してるうちにどんどん思い出してしまうんですけども、とりあえずは同期のお二人、宮内静雄さん、小口勝彦さん、林芳雄フォーエバーということでお話しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サマークリスマス、林芳雄フォーエバー。民放10月号連載制作ノートから18、パックインミュージック若者の夢を育む林芳雄東京放送アナウンス室の原稿です。決してしゃぶりじゃありません、これだ。決してしゃべりの巧みなアナウンサーではなかったし、人を笑わせるテクニックもそれほど持ち合わせていない。さりとて人間的魅力も放送上の個性になるほど培っていなかった。そんな人間が久米宏急病のピンチヒッターとはいえ、深夜のしかも多感な若者相手の2時間を扱って何ができるのか。今からほぼ10年前の番組担当当初はまさに迷い道茨道、よれよれの日々、案じた通り自分でやってみて自分の放送がつまらなかった。そのミスターシアン嘆くびがこれで行こうとの切り札を手にしたのが、人気のない池袋の映画館で8月の濡れた砂に出会った71年の夏の終わり。あれ、こんな青春映画が日本にあったのか。衝撃に近い驚きだった。深夜放送イコール若者イコール青春映画、いささか画一的だがこの図式が出来上がる。70年の6月にスタートした僕のパック、私が担当させていただいたこのパックミュージック、10年続いたという一つの本当にいい、まあきっかけはこの8月の濡れた砂という映画であり、この主題歌を歌っていた石川セリジョーとの出会いだったと思います。という映画への思い入れ、これも林さんの情熱、その一端を表すそんなものでした。深夜放送での自分のスタイルを見つけられずにいた林さんが、開始から1年後に出会ったのが日本映画の世界。深川生まれ浅草育ちという林芳雄さんは、少年時代はなんか家の裏が映画館だったそうで、嵐勘十郎の鞍馬天狗から異変の東映時代劇、片岡千恵蔵さんのタラオ番内シリーズ、旗本退屈男、市川舞台門、エトセトラエトセトラ、こんなものを見まくった時代劇少年、そして、若尾彩子さんの10代の青天は親に隠れて見に行ったと、そんなエピソードを紹介しておりますが、そんな林さんが
自分を表現するために日本映画にのめり込んでいったというのは必然だったかもしれません。彼は自分の気に入った映画をとことん番組で紹介します。映画というのは旅であるということも言ってますね。そしてみんなが気がつかないものを見つけて、みんなが気がつかないものを見つける喜び、これに命を懸けたのであります。そんな中からこんな風な紹介がありました。今日ぜひ皆さんにお伝えしたいのは、オレンジロード急行で、まあ、いわゆる劇場映画にデビューした大森和樹監督、28歳になりました。もともとは自主制作映画家の出身です。まあ、オレンジロード急行は僕自身もちょこっとド頭で出てるんですけれども、この番組ではそんなに力強くは推奨いたしませんでしたが、今回のヒポクラテスたち、まあ素晴らしい映画になってます。医者の卵たち、それぞれが医者になりたいという形で、その京都のとある医学大学に長谷さんに行ってくるわけです。その時に彼らが本当に何を感じどう思ってるかということを非常におかしく楽しく、そして痛みとか憂いとかっていうのが割と普遍的にかなりこのたくましく大きく、そして生意気な言い方をさせていただければ、人間を見る目も肥やして、ものの見事に大森和樹監督が映画の世界にさらに出てきた。ですから不思議ですね。今年の邦画の中でいいなと思う作品は、劇場映画からちょっと離れた東京タワー、もしくは渋谷のパルコの近くの空き地にドームを抱えて、しかも一時は映画界から離れていった鈴木清純という監督、それからやはり自主制作映画から旅立った石井尊吾という23歳の青年の栗崎サンダーロード、そしてこの28歳のやはり自主制作から出身の大森和樹監督のこのヒポクラテスたち、このそうかと、こういう青春映画の撮り方があるんだな、ある自分が志を抱いたある場所での青春の燃焼の仕方に対してカメラがスッと近づいていくという、フローヤ・マサオット君という日活のロマンポルノの、話は長くなりますけどもね、例えばこの間五木ひろゆきの夜という公開録音があったんです。でその時に三上寛さんがゲストで、 TBS ホールの中で五木ひろゆき三上寛の対談があって、三上寛さんが五木ひろゆきさんに手紙をしたためて送ったと。その時はいつでしたかって言ったら、映画のロケに入ってロケ先から手紙出しました、日活ロマンポルノでしたと言った瞬間に、場内のほとんどの若い女の子がキラ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 って笑い出したんですよ。でその時に僕はとっても寂しくなりましたね。あ、この子たちは日活ロマンポルノを見てないなと、見ていたらこんな笑いは巻き起こらないだろうと、その知らないがゆえのあとけなさってのは許せるけれども、知らないが上の怖さ、あるいは三上寛がその笑いをどういうふうに受け止めたかったかって、でその映画というのが今年の映画の中でもベスト10に入るじゃないかっていう濡れた海峡という映画なわけです。寂しさを抱え込んだ人間同士が出会っていて、三上寛とそして石橋蓮司がものすごいぶつかり合いをする、これはドラマなんですね。寂しさの乾杯というのがありました。これ一回言いましたね。寂しい者同士が寂しい寂しい寂しいって、これは本当に寂しさをなんか背負い込んだ抱え込んだ人間同士が初めてわかる映画なんでしょうけれども、ですから この10年間の放送の中で割と日活ロマンポルノの話をしてきました。だから あの若い子たちが日活ロマンポルノみたいのを見てたら、きっと男を見るのも変わってくるし、そしてその見ることは決して悪いことではないんじゃないかという気になってましてね、ちょっと辛い思いをしたことがあるんですけれども、話が長くなっちゃった。その時に女教師で講演をし、から一妻集団暴行殺人事件でもいい演技をした古谷君が、もう最近テレビでも出てますけどね、この映画の中でも本当にいい青春の役者が出てきたなっていうんで、その彼も見てもらいたいし、それからキャンディーズのランちゃんも、あれ、あの子いいんですね。いい演技を展開してるし、それからもう一つ不思議なことは、
大森和樹監督のチーフ助監督をやって、今回大いにその助監督して頑張ったっていうのが、僕がパックを始めた時に何やっていいか分かんない、とりあえずじゃあ企画でショートショートでもやってみようかって時に、一番熱心に送ってくれていた白石浩一君が映画の世界に入って日活の助監督になって、日活からちょっとお暇をいただいて、その大森克樹監督のチーフ助監督して偉く頑張ったっていうことを、宣伝の関さんというね、 ATG の関さんが言ってくださいまして、はい、白石君がとっても頑張ってたのよって、その関さんっていうのが不思議なことに、うちのアナウンス室で3年ぐらい前にアルバイトをやってた方で、あなたたちがいただくその社長の宛名書きをせっせとやってた方が、その映画のね宣伝を担当するってんで、人の本当に人のこう巡り合わせとか出会いっていうのは不思議だなと思いました。そんな意味でもこのパックと深く関わった人たちが作り上げた名作、ヒポクラテスたちをぜひ見てくださいとお願いいたします。いやー本当に見たくなるような、そんな林さんの情熱が伝わってくる放送だったですね。私も林芳雄さんには何本も映画を勧められて、例えば、まあ、8月の濡れた砂もそうですし、19歳の地図なんかもそうですしね。で、こんな映画だから見てよと言って、といて、で次に会ったら見たかというのがですね、見たか攻撃が来るというんで、もう本当に林さんに紹介してもらったら見なきゃいけないという、そんな使命感に燃えて、私もいろんな映画に出会わせていただいたんですが、まあいずれにしましても林芳雄という人は目の力といいますか、見抜く力といいますか、いいものはいいっていうのがなんか独特の嗅覚を持ってたんだな。今ずらずらっと出てきた名前だけでもすごいメンバーですもんね。そしてその映画の中で役者さんも彼の、パックミュージックには数々登場しております。これも名前聞いただけでびっくりして、すっ飛んでしまうメンバーが揃っているんですけれども、例えば、松田優作さん、藤竜也さん、桃井香織さん、秋吉久美子さん、梶芽衣子さん、高橋洋子さん、そんな中で林さんのお気に入りの俳優さんのお一人でございます、原田芳雄さん。リンゴ花風に散ったような月夜に月夜に外を辛い別れを泣いたとさ、リンゴの花びらが風に散ったような林さんに呼ばれてここに来させてもらいました。僕らちょうど映画にのめり込むそういう季節、林さんもバックで一番乗ってる季節、ちょうど同じ春から夏の季節を林さんと一緒に過ごさせていただいたと、そういう感じ持ってます。今日みたいにこうやって
酔っ払かって、あ、今日は林さんがやってるんだ、じゃあ行っちゃおうかみたいな形で、よく優作なんかと突然パックのブースに乱入して、そこにはいつも来ても大丈夫ように、バーボンとオンボロギターがありました。してこうやって酔っ払ったついでにこんな風にいつも歌わせてもらってます。僕らのその自分の映画をいろんな形で発信していただいたし、それからそのバックを通じていろんな方と、知り合いも、できました。そういう意味で林芳雄というのは僕にとっていい仲間であると同時にいいプロデューサーであったと思ってます。歌を銀幕スター、あのステージも忘れられません。鈴木清純監督が国旗をかぶって軍歌も歌ったあの一瞬のことも非常に鮮明に覚えてます。またこういういろんな形の発信を林さんの後輩の皆様、どうぞ林さんの意思を受け継いでますますまたこれからも、頑張ってやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。物の弾みで生まれつき、物の弾みで生きてきた、そんなセリフの裏にある言葉のからくり落とし穴、あ、一番星出る頃俺の心に風が吹く。津軽娘は泣いたとさ、辛い別れを泣いたとさ、リンゴの花びらが風に散ったよね。ウォン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 。すみません、ありがとうございました。原田芳雄さんで「リンゴ追い分け」お届けいたしました。実はこの原田芳雄さんのリンゴ追い分けを林さんが聞いた翌日に、私はこの凄さを彼から直接聞きました。もう絶唱なんだよ一景ちゃんと。いや本当にあの時のことを思い出します。そして今の原田さんのコメントの中にもありましたけれども、歌う銀幕スターという言葉が出てまいりました。これは1975年に歌う銀幕スター夢の共演というのを新宿厚生年金ホールで彼プロデュースで開いたんですね。私も隅っこにいましたが、もう超満員でですね、とにかくいつもは銀幕の向こう方に颯爽とというか消えていくスターたち、映画にカーテンコールはないけれども映画にカーテンコールがあってもいいじゃないか、銀幕の向こうから歩いてきてもらおうということで、まあキラ星のごときスターたちが、この新宿厚生年金ホールの舞台に上がったんです。菅原文太さん、渡哲也さん、原田芳雄さん、鈴木清純さんももちろん、小林明、宍戸城、もう本当にたくさんでした。その時の画期的なイベント主催なさったのがキネマ旬報の植草信和さん、当時のことをこんな風に語ってくださいました。どうも皆さんこんにちは、キネマ旬報の植草です。林さんはもうこの VTR でも、よく、伝ったと思いますけれども、とにかく日本映画が大好きで、1970年ぐらいからご自分のパックインミュージックで随分流してました。その72年ぐらいだと思いますけど、お電話でいただいて、
あまりにも日本映画が元気がないので、なんか活気づけようじゃないかというお話で、じゃあ何やろうかということで、新宿でよくお酒を飲みながら考えたんですけれども、まあとにかくいろんなスターを集めて、観客の人に来てもらって、日本映画まだこんな元気だぞということをアピールしたいというような企画がまとまって、あれは確か1974年だったと思うんですけれども、伊豆の方にあります TBS の寮なんかに集まって随分ディスカッションしました。それでとにかく僕ら素人ですから、興行のこの字も知らず、出演交渉もできなくて、とにかく、当たって砕けろということでしかなかったんですけれども、渡哲也さんが熱海の国立病院で療養中だったんですけれども、そこに飛び込みで行って、ぜひお願いしますと。それから菅原文太さんも仁義なき戦い撮影中のところに飛び込んでいって、こういう企画なのでぜひお願いしますというようなことを、我々素人でですね、やったところ、林さんの信用が絶大だったからだと思うんですけども、快く引き受けていただいて、それで1975年の1月16日に新宿厚生年金会館の大ホールで蓋を開けてみたところ、もう大入り満員でですね、なんかその日の感激っていうのは今でも覚えてるんですけれども、当時日本映画非常に低迷してまして、ほとんど日本映画を応援するメディアだとか媒体っていうのはなくてですね、ただ一人林さんが自分の番組で、いろいろゲストを、招待したり、それから番組紹介したりして、ほとんど日本映画の広報部長みたいな感じで日本映画を応援してました。まあそういう信用がこう信じられないようなイベントに結びついたかと思うんですけれども、まあ1970年代の林芳雄っていうのは、まあいろんなことをしたと思うんですけれども、とにかく日本映画のために、全力を投球して、日本映画の火といいますか、そういうものを支えたということで、僕にはもう本当に忘れられない思い出の人です。今日は映画関係者の人あまり来てないんですけれども、林さんが、尽くしてくれた日本映画の、ために、一言お礼を言いたくて来ました。どうもありがとうございました。林さんお元気でありがとうございました。彼がもう本当に一生忘れられないイベントであると言った歌う銀幕スター夢の共演、本当に超満員でした。さあそれではここで林芳雄さんがこよなく愛した映画音楽の中から一曲お届けしたいと思います。緑真子さんで優しい日本人。TBS ラジオサマークリスマス林芳雄フォーエバーお届け中です。さて林芳雄さんの好奇心は映画だけではありません。演劇の世界にも及びました。小劇場だとかミュージカル、ある劇団の初日の公演、数人しかいないお客さんに混じって林さんも見ていたんですが、まあそのすごいエネルギーに戦慄が走りました。そのことをラジオで喋ったところですね、千秋楽はなんと超満員となってしまったんですね。解散しようかなと思っていたその劇団が解散を諦めたという、そんなエピソードも伝わっております。それがロックミュージカル集団ミスタースリムカンパニーです。林芳雄さんのお別れの会サマークリスマスの中で林さんのために歌を披露してくれた、ミスタースリムカンパニーの座長新水龍作さんです。若い頃は
学校卒業したりなんかして久しぶりに会ったりするのは友人知人の結婚式だったりしました。いやー久しぶりとか。そのうち年取って偶然飲み屋で会ったりしながら、よう元気か、おう、あいつ具合悪くなったんだってな、薬はあれがいい、あそこの病院がいい、そしてこの年になってしまうと久しぶりに会う友人知人は葬式です。俺たちは証言劇とかそういうところではないですから、いつも金がなくてピーピーです。林芳雄はそういう俺たちにいろいろ新宿あたり引き連れて飲ませてくれたりしてました。ある晩財布をポンと出して、お前ら貧乏なんだからな、偉そうにするわけじゃないけど、この中からいるだけ持ってってくれ、妙な野郎気を出してました。俺はその中から有金を全部取りました。やつは帰りのタクシー代もなかったでしょう。この年になってみると酒飲んで青臭いことを言ってたあいつも、ヨットを優雅に走らせてたあいつも、家族のため会社のため一生懸命働いてたあいつも行ってしまいました。これはこんなシャラくさい世の中、なんてシャラくさいことを言ってた俺たちだけな。ああ時は流れて、いつの間にかシャラくさい世の中のシャラくさい親父になっちまってさ。Song is coming。知れば歌が聞こえる、あの頃の歌が聞こえる、ほら耳のそばで風に乗って。新水龍作さん、オールドフィスティーファイブでした。サマークリスマス、林芳雄フォーエバークリスマス、林芳雄フォーエバー、もう残り時間が少なくなってまいりましたが、まだまだ林芳雄さんが発掘した素晴らしい才能たちたくさんいらっしゃいます。1980年にパックンミュージックを終えた林さんは、そこで培った力を生かすためにプロデューサーという立場で活躍を始めます。そんな中に現在 DJ として幅広い分野で活躍中の赤坂康彦さんがいました。ディスクジョッキーの赤坂康彦です。林さん、ご無沙汰してます。お元気ですか？もう20年以上前になりますよね。僕がアマチュアでバンドをミスタースリムカンパニーの芝居小屋を借りてやっている頃から林さんのことは見ていました。僕らのアマチュア時代のライブも何度も林さんは見てくれて、当時の思い出としてはよく打ち上げ会場の居酒屋で眉間にシワを寄せながら、ミスタースリムの幹部の人たちと、あそこは違うんだよな、こうなんだよって熱く喋ってる林さんを、斜め後ろから見ていたり真横から見ていたり、そんなことを思い出します。
林さんもちろんご存知だと思いますけど、僕がラジオのパーソナリティとして初めて、レギュラー番組を持ったのが今から20年ぐらい前になりますか、 TBS ラジオでした。その時僕にとっての林さんというのは番組のプロデューサーだったんですよね。何度も収録現場に足を運んでくれて、時には食事をしに行ったり、それから数年経ちまして、FM の夕方の番組にテコ入れをするという、ことがありまして、僕は後から知ったんですが、その時に誰かいいパーソナリティいないかなという、話が持ち上がった時に、林さんが赤坂康彦というのが一人いるっておっしゃってくれたということを、オーディションをやる前に僕は聞きまして、その時お話林さんとしたことも、覚えてます。ですからあの時林さんがまだ海のよも、や、ものとも山のものともつかない、そのディスクジョッキーの全然駆け出しの僕を、赤坂っていうのがいるからってこう自信持って推薦してくれたからこそ今の僕がいるのじゃないかなと、つくづく思ってます。僕の道を一つ作る大きなきっかけを、林さんは作ってくれたこと、感謝の言葉本当にたくさんありすぎるんですけど、なんか久しぶりにこうやって林さんと僕は話ができてると思ってます。僕は今でも60年代70年代ディスクジョッキーパーソナリティの諸先輩方が築き上げてきたこのラジオの電波というのには魔法がかかってると思いますから、このエアは電波塔から発信されて、今林さんはどこにいるのかな、ゴルフ場かな、飲み屋かな、きっと僕の声は届いていると思います。林さん、一番いい場所からラジオの神様となって、現役で頑張っている人たちをいつまでも見守っていてください。ありがとうございました。赤坂康彦さんでした。そして林さんが力を入れていたもう一つのもの、実は TBS ホールで公開ライブ赤坂ライブというのが行われておりました。その司会を林さんはおやりになっていたんですが、このステージ、まあ、たくさんのメジャーになるミュージシャンが登場したんですね。その中の一人が実は彼女で、渡辺美里さんです。渡辺美里です。私が林芳雄さんとお会いしたのは1985年ですね。デビューする前です。レコードデビューする前に TBS に、まあ、いろんな方たちに今度デビューしますっていうご挨拶をしに行った時に、ばったり廊下でお目にかかる機会があって、あ、今度デビューする渡辺ですっていうふうにご挨拶をさせていただいたんですけど、なぜかその時に私の顔を見て、この子の目がいいからラジオやらせるって言って、スーパーギャングという、まあ、バックインミュージックの後の、まあ、深夜放送ですね、その番組を、まあ、どんな歌を歌う子なのか、どんな子の子なのかっていうのも全然わからないかったと思うんですけど、なぜか、私に声をかけてくださってラジオをやるチャンスを与えてもらったんですね。デビューして次の年からずっと西武スタジアム、西武ドームで、ライブを、夏のライブをやってるんですけども、まあ、球場に割とお家が近くだっていうこともあって、ご家族で毎年来てくださってたのは林さんご一家だけですね。で、ここまで話しちゃっていいのかな、林さん家のお子さんは私と誕生日が同じなんですね。で、美里ってつけるのはなんだからっていうので、一字違いの名前をつけたんだよって、息子ちゃんなんですけど、男の子なんだけど、で、私と同じ誕生日で一字違いでっていうことで、最初はまだ本当に赤ちゃんで、打ち上げ会場とかハイハイしてたような子がもう立派に、いや、専門学校行ってますよとかっていうぐらいにまで大きくなって、だから本当に家族中で応援してくれてたっていうとこがありましたね。思い出はいっぱいあるんですけども、人を大切にする、それから言葉を大切にする
っていうことをすごくもうすごい自然体な形でなさってた大プロデューサーだっていう気がして、今年も林さんは来ていただけなかったんですけど、家族みんなで、ね、お孫さんまで来てくれたので、すごく見守られた気持ちで自分のライブをやることができたんですが、すいません、なんか本当にいっぱい感謝の気持ちと、それからそうだな、これからも音楽、ラジオ、そして言葉っていうことを遠いところから多分見守ってくださってると思うので、本当にありがとうございましたと、お疲れ様でしたというふうに言いたいです。渡辺美里でした。クリスマス、林芳雄フォーエバー。小島一慶の司会で林芳雄さんをしのんでお送りしてまいりました。この番組もいよいよ大詰めに近づいてまいりました。林さんは自らのパックインミュージックの最終回で深夜放送で学んだことをこんな風に話しています。パックをやって僕が学んだことは、レッテルとか世間のある風評で物事を判断しちゃいけないなってことを教わりました。ですから人を見る場合でも、どこどこの学校にいる人だからどうのとか、会社の部長だから何なのかとか、あるいは何々人だからとかという、その人の生きてる、今生きてることに対する付随的な肩書きで物を見ちゃいけないし、あるいは、邦画という対、邦画、こういうことではいけない、ロマンポルノ、アスケベネとか、競輪、八百長とか、そういうもので見ちゃいけないなということを、この10年皆さんと接することによって教わりました。それがだんだんこう言ってくると、もう人と人の関係までね、二人並んでいたら恋人同士、カップルだ、夫婦だって、そういう見方で覗き込んじょうで見ちゃいけないなと。で、一番恐ろしく思ったのは、人と人との関係を表現する言葉っていうのは少ないんですね。一応まあ結婚すると夫婦って言うんですけれども、その夫婦という簡単な言葉でくくられるほど、人間、一人の人間と一人の人間が歴史をかけて同じ家に住んでたら、とてもなんか夫婦なんていう言葉で言えないし、その人の愛のほとばしる劇場と相手のほとばしる劇場を恋とか恋人同士とかっていう言葉でも言えないし、あ、人間と人間の関係を言葉でくくっちゃいけないと。一緒に男同士がいれば友達、親友、ちょっと言って仲間か、きつい言葉で同志か、ああ言葉足んないなと思って、まあそういう言葉が果たして出てくるかどうか知らないけれども、やっぱりこのパックをやってきて僕が学んだことは、人と人の関係とかつながりを簡単な言葉で見ちゃいけないな、言っちゃいけないなっていうことを、学んだ次第です。林さんらしい言葉でしたですね。2002年8月25日高輪プリンスホテルで開かれました林芳雄さんのお別れの会、サマークリスマス。正面に微笑む写真を飾った花、そして私たちが捧げた花はひまわりでした。林さんはソフィア・ローレン、マルチェロ・マッソラヤニ主演のあのひまわりという映画が大好きだったそうです。だけど僕は思いました。このひまわりの花は
林芳雄さんにぴったりの花なんだな。実はひまわりという花は開きますとそんなに太陽の方をずっと追いかけてっていうことはないんですが、実はつぼみの時代には一生懸命一生懸命太陽の動きに合わせて首を動かすんですね。うん、これ高速写真で見て私びっくりしたんですけれども、まさに58年間林芳雄さんは自分の太陽を見続けて、そして歩み続けた、そんな人生だったんじゃないのかな、そう思いました。ちなみにひまわりの花言葉はあなたは素晴らしいです。それでは林芳雄さんのパックインミュージックの最終回のテープです。酒を飲む約束をいつからかしなくなりました。きっとあなたたちも社会へ出て、いろんなお酒を飲むケースが出てくると思うんですがね、今度いつか飲みましょうね、その時にバッと断るケースと、あなたとは飲みませんというケースも出てくるし、さりげない日常会話で仲良くしていこうと、うん、またね、いつかねとかという会話で別れる時があるけれども、お酒飲みましょうねと言われたことにこだわるんです僕は。そうすると、いつの日かやっぱり飲まなきゃいけないとは思うんだけれども、だんだんそれが約束をしなくなってきた。なぜかっていうと、今度お酒を飲みましょうねと言った場合に、同じ体験とか歴史がない場合に、あってそこそこの楽しい話、それがなくなってくると、人の噂、悪口、弁明、管を巻くという、そういう酒の飲み方がとっても嫌になってきてね。で、大変生意気な言い方だけど、僕がいる場所へ来いと、俺が行くコンサート、芝居、会う人、みんな燃えてる。そこでいいもの見たなという熱き高揚で、そのいい場所には必ずや他のいろんな人間が集まってると、誰か知り合いがいると、その向こうも同じようにいいもの見た、その熱き高揚をですね、何かの形で伝えたいと思ってる。その時にお酒でも飲みに行こうかっていう、飲む酒は非常に発展的な酒になりうると。だから愚痴を言うとか、俺の生き方は今こうだけど分かってくれるかっていうのは、ずっとずっと後に置いたお酒の飲み方として取っといて、ともかく自分のたぎった血みたいのをこうファッとぶつけ合う、でそういう場所はあるんです、探せば。おはがきの中にたくさん嬉しいことに行動の選択のある指針として、僕が出してきた情報をかなりの方が信頼してくださいましてね、今後じゃあそれをどうしたらいいのか、自分でこれからは自分なりの岩ヒットしないパレードを作っていきます、あるいは自分なりの映画コーナーを作っていきます、自分で動き始めますというね、お手紙が随分ありましてね、非常に意を強くしてます。誇りといえば、スケール小さかったけれども最前線部隊であったと、常に前線を歩いてきたなという気がありましてね、ちょっと後退しますけどね、とりあえず撤退いたしますけどもね、武器を補給してまた最前線部隊にいずれは復帰してまいりますので、その時はまたよろしくさせてください。
ことをしては出ていませんでしたけども、いろんなこと言いました今。だから勘弁してくださいね。言葉以上の思いを僕らに伝えてくれた林芳雄。林芳雄さんは自分のことを今から25年前、33歳の時にこんな風に表現しています。僕は遠くから吹いてきた風、物語と思い出を作るためにほんのひとときだけあなたの胸にとどまる遠くから吹いてきた僕は優しい風。そうなんですね。風の姿を見ることはできません。だけど、ざわめきだとかそよぎで、僕らは風の存在を知ることができます。林芳雄は、僕らの本当に優しい風でした。ラジオにお付き合いくださいましてありがとうございました。まもなくお別れの時間です。ラジオを聞いて頑張りましょう。声の向こうに愛があるから、ラジオを聞いてこの後しばらく放送をお休みして、朝の放送はいつものように午前5時からお送りいたします。それではおやすみなさい。ラジオを聞いて想像しましょう。見えない方が見えてくるから、ラジオを聞いて「ラジオは邪魔をしないから」「聞けば見えてくる」「聞けば見えてくる」「ラララ TBS ラジオ」「ラララ TBS ラジオ」
お聞きの放送は TBS ラジオです。周波数 954kHz、 出力 100kW でお送りいたしました。 JOKR TBS ラジオ。